はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の確率変数の和と積丸2をお送りします。で、前回からねこのタイトル始まって、これ2本目なんですが、今回も問題演習を2問やっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回は同時分布やったんですけど、今回ね、また期待値、そして分散です。まあ前に出てきてる言葉なんですけど、ちょっとね前出てきた時と違う状況になっていて、まあ上読んでいきましょう。今ね、袋2個あります。で、 A の袋には赤玉3、白玉2です。で、 B は逆で赤玉2、白玉3が入ってます。で、それぞれの袋から2個の玉を同時に取り出す。 A から2個、 B から2個ね。で、その時計4個の中の白玉の個数を X とします。で、それの確率変数 X の期待値で、こっち分散だね、を求めるという問題です。で、前の時と何が違うかっていうと、袋が2個あるんだよね。こっちからこうで、こっちからこうっていう。だから前回の同時分布とちょっと似てますけど、2個のことを考えなきゃいけないんです、今回に関しては。で、実際こうやって期待値とか分散出していくんですけど、これそれぞれ A の袋と B の袋に関する確率分布を出してください。まあ期待値とかを求めたいだけなんですけど。なので一応、まあこれ途中式書かされないかなって気もするけど、まあ一応ね書いておこうか。だから、A の袋から取り出す、まあ確率分布書きたいんでね、白玉の個数を、今 X 使っちゃってるからこっち Y にしようか。 Y で、じゃあ今度こっち行こうか。で、 B の袋同じだね。 B の袋からちょっと待ってね、取り出す、白玉の数を、まあ、Z しようか。 Z とすると。で、その時に Y と Z の確率分布を2つ書きます。同時分布じゃなくていい、2つ書いておけばいい。だからまずこっち Y から書いていくと、まあ数似てるんでね、そんなにややこしい分布にはならないんですけど、 P でしょ。で、結局5個入ってるので、白は0、1、2だね。0あり得るもんね。赤2個取っちゃうと、白出なくなるから、0、1、2。で、K が1と。で、一応こっちも書いておこうか。Z。で、確率 P。で、こっちも0、1、2でいいよね。0、1、2の。よいしょ。で、まあこの確率分布の書き方がね、ちょっとあれなんだこれって思う方は、ちょっと前の動画を見てもらえるとありがたいかなと思います。で、結局これどっちとも5個の玉から2個取り出してるんで、 5C2 が分母になります。 5C2 一応書いておこうか。これ分母ね。で、これが10か、一応書く。2154やから10と、つまり全部10分の1。ちょっとここの分子は暗算というか口で言わせてください。ちょっと書くスペースがなくなっちゃうんでね。で、まずこっちですね。こっちの A の袋に関しては、0っていうのは両方赤の時です。だから、3個の中から2個取り出す必要があるので、3C2 がきます、ここ。3C2。つまり3だね。で、1の時は赤から1、白から1必要なので、3C1 かける 2C1 です。これは両方同時に起こらなきゃいけないので、 3C1 かつ 2C1 掛け算してください。だから6になる。で、最後は2個から2個、つまり 2C2 なんで1になります。で、分子足すと10になるからね、 OKOK と。で、こっちはあれの逆になるだけなんですけど、0っていうのは赤2個ね、両方赤じゃなきゃいけないんで 2C2 になります。つまりここが1で、ここはさっきと同じで 2C1×3C1 で6で、白が2個出るためには3個から2個取る必要があるから 3C2 でこうなります。
で、これで完成ですね。で、こっからですね、それぞれの、期待値と分散を両方出してしまいます。で、これを出しに行くと、まずこっち行こうか。EX、期待値ね、EX が10分の、ね、かけるので、まあ0はいいね。1かける6で6。2、1が2で2。10分の8ですね。一応まあ、約分して5分の4となります。で、こっち行きましょう。EX じゃなかったね。ごめん。EY だった。で、こっち EZ が同じように、期待値10分の0無視で、6プラス2、3が6。12だから、5分の6になります。で、もう一個、それぞれの分散出してください。分散の出し方もね、もうまあやってるので。で、分散は V ですね。VY。で、分散は、これ使うんでね、公式、ぜひね、前のを見てもらえたらと思うんですけど、まず、E の、ちょ、書くか。E の、X じゃない、ごめん。2乗したもの、引く、今出した、EY の2乗です。これ公式ね、分散の。だから、まずこっちを求めると、これは、こいつを2乗してかける。で、まあまあやったけどね。で、0は無視していいので、1の2乗はどうせ1だから、かけて6。プラス、ここ変わるね。2乗するから4になってから1をかけるんで、4になります。で、マイナス、こいつは、これね、5分の4の2乗なんで、こうなる。で、こっち1なんだよね、これね。10分の10で。1、マイナス25分の16です。1マイナス25分の16。だから、25分の9になります。これ分散ね。この Y の方の。で、同じように、Z の方も出すと、まず、10分の2乗する。から、ここ6で変わらない。ここが22が4で3をかけるから12になります。で、引くことのこいつの2乗だからこうなる。で、ここが10分の18だから5分の9。ちょっと待ってね。5分の9マイナス36。で、通分すると5をかけるから、違う。ここ45か。だから同じか。25分の9。こうなりますね。よいしょ。さあ、長々と書いてきましたけど、これで準備が完了となります。で、ここまで出すとね、もう速攻で終わると。で、どういうことかっていうと、まず、こっちからいきます。一応答え、下いけるね。こっから1番っていうね、不思議な感じになりますけど、結局、今、この X っていうのは計4個でしょ。それは、ここで取り出した2個と、ここで取り出した2個。それを足したものじゃないですか、結局。ここの2個とここの2個を足したのが X になる。つまり、期待値。今出した Y と Z を足したものなんだよね。これ Y と Z。この EX っていうのは、X の期待値はね。あ、か、ちゃんと書くんだったら EX イコール書こうか。今出したい X の期待値は、Y と Z を足したものだと。で、期待値に関しては、こうなったとき、あ、EY 足す EZ って分けてね、することができるんです。こうやって。だから、今 EY と EZ それぞれ出してるでしょ。なので、5分の4足す5分の6、つまり5分の10なんで、答え、2と。これで終了になります。期待値に関してはこれが OK なの。で、こっち分散でしょ。で、分散もね、結論から言ったら同じなんです、やること。同じなんですけど、今回、分散に関しては、この言葉が必要になる。これ、途中で書くんだったらね、Y と Z が独立だから、E じゃない。ごめん。V だ。V の X は、つまり、まあ、これも同じね。
Y と Z を足したもので考えてるんですけど、同じように VY と VZ に分けることができる。まあこういうふうに足し算できるよっていうこと。つまり25分の9と25分の9を足せるんで25分の18とすることができます。こうやってね。でこれで終了とこうなります。でまあこの独立っていうことはですよね、まあ結構前から使うこともあるんですけど、まあこれざっくり言うとこのこととこのことがもう関わりないっていう状態、独立してるよっていう感じなんだけど、つまり例えばまあこの問題でもいいか。袋 A でこう引きました、袋 B でこう引きましたって、でこれとこれが同時に起こるときどうやって計算するって言ったら掛け算するじゃないですか。こっちがもし5分の3とかでこっちが3分の2とかだったら、それが同時に起こる確率はって言ったら掛け算するでしょ。それが常にできる状態を独立って言います。だから例えばこっちの引き方によってこっちの確率が変わるとかだったら違うんだけど、そうじゃなくて、それぞれが独立してるから、これとこれが起こる確率いくつ掛け算できるよねっていう。これ独立の状態。で、期待値っていうのはさっきのこの計算できるんです。別にしていいんですけど、こっちの分散に関しては、その Y と Z が2個あるよね。それが独立じゃないとこれができないっていう風になってます。で、ちなみに、こっちね。待って、ちょっと待って。あ、大丈夫、なんでもない。ビデオのね、保存できる容量があと5分だった。もし、独立、まあ、こっちね、分散の方は独立だったらこれが使えるって書いてありますけど、独立だったら、期待値の方、こういう期待値。X たす Y。まあ、これ Y たす Z になってるけど、足し算じゃなくて掛け算のやつ。二つのものを掛けた時の、これを期待値を出したい時は、同じように EX かける EY っていうのが使うことができます。これは独立の時しかできないです、期待値は。こっちはいいんですけど、足し算の方は。で、今回はこの問題作ってないので、ね、ちょっと申し訳ないんですが、まあ、これも頭の片隅に置いといてもらえたらなとは思います。で、ちょっと今回、まあ、この問題を取り上げて、多分ね、説明が若干苦手な子とかだと、難しく聞こえちゃうかもしれないんですけど、やってることは、出して、それぞれの、期待値と分散、足してるだけなんですよ、やってること。で、独立の時しか使えないよ、みたいな話も付け足してますけど、基本的にはこれとこれが起こったら足せるよね、みたいな、そういったイメージをちょっと持ってもらいたいなと思っております。いいかな？で、ちょっと最後、焦点合わせときますね。よいしょ。では、今回は高校数学数 B の確率変数の和と積丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、ちょっとね、丸3取るか次のとこに行くかちょっと迷ってるんですけど、またね、続き取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。